こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。年末年始、皆さんどのようにお過ごしでしょうか？もちろんマリサは、新型バイクの情報収集ですよね。正解だ。よくわかったな。ヤングマシンとオートバイとバイク図鑑を眺めながら、まだ見ぬ新型モデルを妄想しているぜ。寝ても覚めてもバイク三昧ですね。というわけで、毎週1本公開を目標に楽しく動画作成していきますので、今後とも、青月電子代をよろしくお願いいたします。というわけで、今回のテーマはこちら。2025年モデルを、バイク好きが真面目に妄想、俺たちが欲しいバイク。2023年に発表されたバイクから、一足先の新型予想をお届けしますね。それでは、青月電子代、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。2025年に乗りたいバイクはこれ。あのバイクの2025年モデルを大妄想。川崎編、ホンダ編、ヤマハ編、鈴木編です。思いつくままの妄想全開ネタが満載です。おっさんのザレ事だと思ってご覧ください。んじゃ、始めご。川崎編。2023年は川崎好きには素晴らしい年でしたよね。詰め込みすぎて少し心配してしまうぐらいな。少し振り返ってみると、年明け早々に発表された ZX4RR に、大阪モーターサイクルショーで初披露のエリミネーター。エリミは3月に発表して4月発売という超スピード対応だったな。9月に電動モーターサイクル忍者 E1ZE1 を発表。10月のジャパンモビリティショーでは忍者7ハイブリッド Z7 ハイブリッドを発表。新型を発表しながらも既存モデルのカラー変更に記念カラーも登場。機体の新技術、水素エンジンを搭載する水素エンジン版 H2SX の開発中モデルも世界初公開だ。こうして振り返ると、怒涛の1年でしたね。こうなると、2025年モデルにも超期待してしまいますよ。それじゃ、自ら上げたハードルをさらに超える。川崎さんの新型妄想は、これだ。Z7 ハイブリッドの次は、モスピーダだ。そのネタ好きね。お約束。川崎さんは、2011年のミラノショーでの、カーボンニュートラル達成に向けた発表で、EV、ハイブリッド、水素の、3つの次世代技術の開発を発表している。との構想も、発表通りのタイムスケジュールで進んでます。すごい。カーボンニュートラルを達成するために、様々な可能性を探していると思うが、仮に動力部分をハード部分とすると、ソフトの研究も進めていると思う。ソフトといえば、電サスは1秒間に旋回状態を検知し、速度やピッチングの情報も加えて減衰力を調整。同時に、ブレーキやエンジン出力も処理するのですから。今や、電子制御はソフト次第、ですからね。これがあるから、大型に安心して乗れるんだよな。で、ソフトは車体制御だけじゃなく、カーボンニュートラルへの対応としても使えると思うんだよ。どんな使い方？例えばツーリング時、道路の混雑具合で燃費の良いルートを提案したり、車体の状態を分析して、環境に優しい運転をフォローしてくれたり、バイクがライダーにいろんな情報を伝え、ジェントルなライディングをサポートしてくれる、って感じ。それって、ナビアプリなどでできてますね。でもさ、ちょっと不便なのが、運転中はスマホいじれないし、提案されてもリアクションしづらいんですよね。そこだよ。川崎さんは、すでに AI アシスタントを使って、ライダーとバイクの間を取り持つ研究を進めているんだよ。マジっすか。Amazon のアレクサや Apple の Siri みたいに、声でお願いできるの？そんな感じ。ライディングモードを燃費モードにしてとか、二酸化炭素の排出量が少ないルート教えて、とか聞けるわけだ。意識高い系ですね。でもさ、AI アシスタントなんで、未来の話じゃないの？そんなことはない。川崎さんは、2016年に AI 人工知能を活用したモーターサイクルの開発に着手と発表しているし、AI が判断するための情報も、ライディオロジーザ APP で収集する仕組みが整いつつある。バイク向け AI アシスタントって、想像するだけでワクワクしてきますね。この内容から妄想すると、川崎さんの2025年はソフトが飛躍する年だと思うぜ。できれば、AI アシスタントの 3D モデルは、VRM で作れるようにしてくださいね。Z900RS の次は、GP-Z900R。2022年のエクマでは、新作映画のトップガンに登場した GP-Z900R が、離陸に備えよのメッセージと共に展示されてたんだよな。2023年のジャパンモビリティショーでも、GP-Z900R が展示されて、これは GP-Z の復活の前振りか？って、界隈は大盛り上がりでしたよね。そうそう。そして発表されたのは、トップガンに登場した GP-Z900R 風カラーをまとった、忍者40周年記念カラーモデルでしたね。そうだな。記念カラーは忍者 10SX と、忍者650の2モデルの設定だ。川崎さんのプレスリリースでも、往年の、忍者、GP-Z シリーズが身にまとっていた、赤、黒、金、のカラー&グラフィックを採用。このファイヤークラッカーレッド&エボニーのツートンカラーと、シルバーストライプの組み合わせは、1985年モデルの、忍者、GP-Z900R で登場し、
その後1980年代の数多くの忍者 GTZ シリーズにも採用された当時のハイパフォーマンスモデルを象徴するカラー&グラフィックです。って記載されているし、これが GPZ900R 展示のオフィシャルな答えなんだよな。って、そんなわけ、お前んだな、ですよね。明らかに、GPZ900R 登場の振りにしか思えないよな。2017年に発表した Z1 の復刻版、Z900RS は、今でも大人気だ。復刻モデルの成功事例としては周知の事実だし、商売的に考えたら、2回目のトップを狙うのは自然な流れだ。じゃ、どんな感じで復活するの？ Z900RS の兄弟モデルとして、GPZ 風カウルとツノメライトスタイルでの登場を予想するぜ。コンポーネントはそのままに、スタイルを変更した派生モデルなら、開発費も通常より抑えられそうですね。でも、このネタもバイク雑誌では、散々こすられたネタですよ。もう少し、根拠が欲しいのですが。GPZ900R の初登場は1984年だから、登場40周年記念で2024年に復活、ってのはどう？あ、少し現実味が増しました。でも、それだと忍者40周年記念がかませ犬みたいで、ちょっとかわいそう。忍者戦 SX を買う層と、GPZ900R の復活を待つ層は違うから、問題ないと思うぜ。SS フーツアラーといえば、国内モデルは忍者戦 SX の一択だし、鈴木の GT もあるよ、でした。そこに限定ってバイクが登場すれば、迷ってた人は飛びつくに決まってる。それ、主のことかな。さあね。あまりじらしすぎると、お客さんは他に行っちゃうよ。川崎さん。でもさ、限定の40周年記念カラーといえば、なぜか ZX25R が含まれてないのよね。なぜでしょうね。ひょっとして GPZ900R ではなく、GPZ250R の復活とか？乗ってみたいな、ハトサブレ。2024年も GPZ900R ネタは続きそうだな。鈴木編。2023年は、新開発の並列2気筒エンジンを搭載した、V-STROM800DE と GSX-8S をリリース。そして行くまでは、GSX-8S の派生車種 GSX-8R と、GSX-S1000 の派生モデル、GSX-S1000GX の発表。GSX-S1000 から始まった縦2頭スタイルを継承した濃厚な鈴木味満載の新型でしたね。この2台は最近の鈴木ラインナップに欠けていたミドル SS とクロスオーバーモデルを補う形で登場したんだよな。自社の状況をしっかり把握してる鈴木さん、新型モデルがこける気配は全くないですね。2025年モデルはどんな新型を発表するのでしょうか。わかってる、わかってるよ。このモデルでしょ。 GSX-8R の次はリカージョン。川崎さんの GPZ900R と同じく、復活を願うファンが絶対いると思われる。リカージョンだぜ。GPZ900R と異なり、こちらは未来系スタイルですね。コンセプトモデルとして登場したのは、1989年の東京モーターショーだな。34年前にこのスタイルとは、さすが俺たちの鈴木。リカージョンって、スタイルがネタになることが多いですけど、中身もエポックメイキングだったんですよね。そうだ。その心臓部は、時代を先取りしたパラツインの 650cc ダウンサイジングターボだ。ダウンサイジングターボって、四輪ですがフォルクスワーゲンとか外車勢が力を入れてましたよね。どんなメリットがあったんでしたっけ？欧州の大排気量ディーゼルに対するカウンター技術だな。排気量を小さくすることで排気ガスの排出量を抑え、減ったパワーは下級機で補う考えだな。バイクでも同じってことですね。でも、バイクで下級機といえば、高級車の川崎 H2 しかいませんし、マイノリティな技術となってしまいました。このままお蔵入りなのでしょうか。個人的にはワンチャンあると思っているぜ。その理由は？じわじわと押し寄せているカフェレーサーブームの到来だ。え、なんでしかもそんなブーム来てましたっけ？じわじわな。鈴木もリカージョンでカフェレーサーブームに乗っかるんじゃないかって思ってる。国内新車でカフェスタ風のバイクといえばホンダのホークイレブンや GD350、 ヤマハは XSR900、 川崎は Z900RS カフェだ。海外モデルも健在だ。トライアンフのスパイショットで発覚したスラクストン400や GPX のジェントルマンレーサー、トライアンフや BMW の高級車もカフェ風カウルを純正オプションで用意してる。あ、意外にありますね。でもすでに鈴木にはみんな大好き SV650X がありますけど、価格よし、燃費よし、スタイルよし、三拍子揃ったバイクな。バーエンドミラーにすれば簡単にカフェスタに変身だな。でもさ、 SV は最新の排ガス規制に対応済み、今後も継続されるって噂だし、もしリカージョンが登場したらジャンルが被ってしまいません。今の鈴木は被るとか被らないとかそんなの関係ない感じだと思うし、本当に発売したければさらなる付加価値をつけて発売すればいいんだよ。無茶ぶりだ。例えばどんな技術？他社が市販車でやってない技術といえば油冷じゃなくて電動下級機だ。あれ、さっき川崎の H2 は下級機搭載だって言いましたよね。あちらはスーパーチャージャーだ。下級機を回す動力をエンジンから取得しているが、電動の場合は文字通り電気だ。 EV やハイブリッドと同じくバッテリーサイズや容量問題はあるが、小型化やきめ細かいタービン制御で実用的な技術になるんじゃないかと思ってる。ということで、
ダウンサイジング E ターボで、カーボンニュートラルなリカージョンを待ってるぜ。もちろん、ブローオフバルブサウンドは大きめでね。GSX-S1000GX の次は、稲妻、GSX-S1000FS。これはまた趣味に走った妄想ですね。その通りだ。スズキの二輪ジャンルで、今足らないものってなんだと思う？ADV 系は超充実だし、スポーツネイキッドやツアラーもあるし、SS やオフロードとか？惜しいな。その二つは、乗り手を選ぶジャンルだし、開発には時間とお金、それに継続させることが必要だ。GSX-R や DR の開発の声が聞こえてこないのも、本腰を入れた開発に踏み切れないからだと思ってる。中途半端な商品は発売できませんしね。開発の負担が少なく、お客さんの受けもいいモデルって、どんなジャンルでしょうか？オールドスタイルだよ。言い切った。今の新、スズキデザインって、縦二頭や直線的なスタイルが主流だろ？ですね。でもさ、おっさんとしてはさ、スズキのちょっと古いスタイルも気になるんだよ。川崎さんの Z900RS や、ヤマハさんの XSR900 なモデル？そう。じゃ、どんな妄想なの？最近の GSX-S シリーズは、GSX-R1000K5 のエンジンを搭載したモデルだ。煮詰めまくった名機系5エンジンと、フレームでおなじみのやつ。ストファイスタイルの S1000、フルカウルツアラーの S1000GT。最新の S1000GX は、見た目は大きく違うが、どれも中身は基本同じだ。確かに、フレームやスイングアーム周りはそっくりですね。このコンポーネントは、2016年モデルから継承されていて、ネガ部分を潰しきった、いわゆる枯れたものだ。そのおかげで、効率的な開発を行うことができると思うし、見た目と味付けを変えた、様々なジャンルを作ることができるんだよ。だから、お次のモデルは、オールドネイキッドですか、だと思いたい。じゃ、スズキのリッタークラスで、レジェンドなネイキッドといえば？刀、ですよね。社名から GSX の名前は外れたが、刀も S1000 の派生車だな。それじゃ、刀ぐらいインパクトがある、スズキのバイクといえば？BE 金稲妻だ。稲妻は排気量が1200、750、400の3種類あって、特徴は空揺れエンジン、ですね。でもさすがに、令和に空揺れエンジンは、それはそれで、スズキ好きを超引きつけるモデルだけどな。というわけで、GSX-S シリーズの最新モデルは、ぜひ稲妻にしていただきたい。それじゃ、キャッチコピーは黒い、お菓子か、青い、ケンジか、赤い、ジョニーライデンか、黄色い、ピカチュウか、白い、恋人か。失礼しました。ホンダ編。2023年は、多くの新型モデルを発表したホンダさん。そんなにたくさんあったっけ？ MCS では CL とトランザループ、ジャパンモビリティショーではほぼ市販化スタイルの SCE コンセプト。そしてエクマでは、CD1500 と NX500、E クラッチ装備の CDR650R と CD650R、それに CDR1000RRR。こんなにいっぱい。さらに、2030年までにグローバル電動モデルを30機種投入を予定し、やる気満々だ。そんなホンダの2025年モデルは、どうなるのだろうか？ゴールドウィングの次は、ネオウィング。三輪ですやん。はい。これからの高級モデルは、三輪なんだよ。で、ゴールドウィングといえば、すべてのオッサンライダーを標的にしたバイクで、快適性に全振りしたバイクで、4500rpm で 17.3kgm のフルトルクで、5500rpm で最高出力126馬力の 1833cc の水平対向6気筒エンジンで、独特のサウンドと他を寄せ付けない魅力を持つぜ。快適装備も満載で、二輪車で移動するならこれ以上に楽なマシンはない。これ、排気系をいじるとえげつないサウンドになるんですよね。でも、そんなゴールドウィングがさらに進化するとなると、これ以上、何を望むのかと。倒れないバイク、こけないバイクだな。こけたくないなら、車に乗ればいいのに、それは禁句。で、なぜこんな話をするかというと、ホンダさんは2023年3月に前二輪用道三輪車に関する特許申請をしている。ほう。で、ホンダさんの前二輪モデルといえば、2015年の TMS に出展のコンセプトモデル、ネオウィングだよな。覚えて言いますか？前輪は独特なリンク機構とアクチュエーターによるロール制御を採用し、自立も可能なバイク、いや、トライクだな。ゴールドウィングの装備と、トライクの安定性を手に入れたネオウィング。まさしく天使の羽のごときバイク。これがホンダの新ジャンル開拓者として位置づけされたら、流行りのアダプティブクルーズコントロールなどの安全装備も惜しみなく全部乗せだろ？で、コンセプトモデル通りに、水平対向4気筒のハイブリッドシステム搭載車だとしたら、バイク好きオッサンライダーの受け皿として、最適だと思うんだよな。でも、こうなるとほぼ車です。それでいいんだよ。弱いを重ねたライダーがバイク降りたら、次は身軽な軽4スポーツかなって考えるんだけど、やっぱり、物足りないと思うんだよな。そんな時、軽スポーツぐらいの価格でネオウィングが発売されていれば、バイク好きオッサンの格好の餌、いやネタになると思うぜ。今後のおじさまたちの受け皿として、ネオな進化を遂げてほしいですね。ヤマハ編。2023年のヤマハさんは、おっさんホイホイなスタイルバイクとか、安全装備の進化とか、バイク好きの要望を叶えてくれるバイクを展開した1年でした。主もバイク選びで、散々迷ってましたよね。アダプティブクルーズコントロールに電子制御サス搭載のトレーサー9 GT プラスは、乗り換え候補の最後まで残ったバイクだし、
XSR900 のカウルセットに憧れてたら、本命の XSR900GP が発表だしな。主の一度は乗ってみたいバイクリストでは、ヤマハさんの新型が一番多いですね。2025年モデルは、乗ってみたいモデルがさらに増えると予想してるぜ。で、2023年のトピックスとしては、みんなが欲しい欲しいと神越していた。海外の勝敗企業シリーズを、一気に4車種導入しただろ。どんな車種でしたっけ？ SS スタイルの R125 に R15、デザインが特徴的な MT125。XSR125 は気軽に乗れるネイキッドだ。さらっと乗れる2台目に欲しいバイクたち。でもさ、このラインナップ、なんか足りない、足らないと思うんだよ。そうですか？ヤマハが誇るバイクで、軽い車体で道を選ばず、自然を楽しめるバイクといえば、MT125 からの0125。そうでした。勝敗企業オフモデルが足りないですね。ヤマハのオフロードの有名モデルといえば YZ シリーズ、DT シリーズ、WR シリーズだな。あれ？ YZ ってコンペティションモデルですし、 DT、WR は販売終了したモデルじゃ。国内、ではな。 DT は DT125、175としてアフリカで発売中だし、 WR は WR155R としてインドネシアで発売中なんだよ。生き残ってるんだ。まだあるぞ。メキシコでは XTZ150 という、くちばしスタイルのオフモデルが発売されてるし、250cc になるが、アメリカでは WR250R も継続販売されている。世界的には、ヤマハのオフロードモデルたちは現役活躍中なんですね。そうだぜ。で、2023年のヤマハは勝敗企業の海外モデルを、国内モデルとして一気に導入したわけだよ。それが布石、だと思い込んでいるわけですね。そう、思い込みだよ。じゃ、あとはどのモデルをしょっぴいてくるか、考えれば OK ですね。ど、れ、に、し、よ、う、か、な？残念ながら、そうでもないのだ。そうなの？今紹介したバイクは、吊るしの状態だと、日本の保安基準に適用できてないのだよ。どんな基準なの？国内で販売される二輪車は、2018年10月1日以降生産の新型車から、ABS 装着が義務付けられている。先に紹介したモデルは、いずれも ABS なしモデルだ。でも、ABS を装備すれば、国内販売できるんですよね。そうだが、もう一つ壁がある。排ガス規制だな。あ、ユーロ5とか令和2年排ガス規制という規制ですね。日本と欧州には厳しい排ガス規制が適用されているが、アメリカやアフリカでは排ガス規制が比較的緩いので、DT とか WR が生き残っているんだよ。この2つの壁を乗り越えないと、ヤマハ125シリーズは完成しないのね。そうだ。なので、先に導入された125シリーズとは違い、ちょっとハードルが高いんだよ。この規制を乗り越えて国内販売できることになれば、ぜひ、モデル名も変更してほしいよな。だからセロー125ってことですか？その通り。ヤマハの維持に期待だぜ。あ、一ついいですか？なんだ？ 125 フルラインナップと言ってますが、アメリカンが抜けてますよ。じゃ、ピラー525で。V 型エンジンの 125cc アメリカンってさらにハードル上げてどうすんだ。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。今回は妄想に振り切った動画でしたね。そうだな。これから訪れる未来を妄想するのは超楽しいぜ。予想したバイクたちが一体でも多く発表されるといいね。ちなみに2023年は53本のまとめ動画をお届けしたので、今年もあと53回ぐらいの答え合わせできるわけですね。数値目標を立てないで。それでは次回の動画まで。1、2、3、バッバーイ。